久保さん。今回、吉谷先生へでいいにしましょうか。今日ね、あの、久保さんの動画、まあ、朝来てるんですけど、なんか昨日塾に決済した人がね、120万分割ですけど、決済した人から、あの、ワンツー動画来ました <laughs>。まあ、久保さんもわかると思いますけど、まあ、こっちから送るじゃないですか。 だけど、向こうから動画久保さんへって送られてくることって、確率的に言うと、うーん、多分100、100送って、100人に送って1人いるかぐらいじゃないですか。まあもしくは1000人送って、えー、1人とかね、ワンツーでこう、ね、顔出ししてワンツーでこう、帰ってくるのってほぼなくないですか。今から見ようかなと思うんですけど。うん。まあ僕はね、あの、 まあ、久保さんもそうだと思いますけど、久保さんをの顔はみんなわかるわけですよね。ずっと見てるから。で、僕の顔もね、僕の動画を見てファンになって僕の塾に入るわけですから、僕は知ってるわけですよ。で、塾生さん僕知らないんですよね。顔も。<laughs> 顔知らんっていうね。顔知らんよっていう、顔知らん人に売ってるっていうね、すごい時代ですよね。はい。今の時代はですね、えー、顔を一度も見たことがなくても売れるっていうことですね。なんか不思議ですね。いってらっしゃい。